どうもスイス暮らしのポノットです。今日はスイス横断第12回です。アルペンパノラマウェイクのステージ12です。ここマルタースからヴォールフーゼンというところまで行きます。距離は10キロ、推定時間は2時間40分ぐらいです。難易度も体力度も両方とも初級です。ではよろしくお願いします。今日はですねちょっと、暑くなってきたですね。まあ、6月も、まあ、下旬って感じなので、でもすごくハイキング日和です。今日はそんなに長くないので、まあちゃちゃと行きたいと思います。では行きましょう。あちらはクライネエンメですね。まああまり見えないかもしれないんですけど、マルタースからはこのクライネエンメ沿いで、てかまあずっとクライネエンメ沿いってことになると思います。でここらですね、ちょっと下その川沿いの小さいっていうか、まあこんな感じの木がめっちゃ入ってる森って感じですね。これはその川ですね。ステージはですね、サンティアゴ巡礼路と重なったものです。そうですね、多分その終点のヴォルフーゼンのあたりに大きい教会があると思います。その教会はまあ巡礼者のために作られたものみたいな感じなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと曖昧なんですが、まあ、近くになったらですね多分情報があるかなと思います。今はですね、かなりこういう感じのなんていうんですかね、日陰のないような道なので結構暑いですね。今日は31度、32度まで気温が上がる予定ですし、多分ですね夕方雨が降るという予定なんですけど、多分 そのせいで湿度も結構高いという感じなので暑いって感じですね。まあでも短いので今日はなんとかなると思います。これはクライネエンメに流れますね。こんな感じです。これも延命のところに入るんです。地図見たらですね、だいたい半分ぐらい来ました。1時間で多分2時間40分じゃなくて2時間ぐらいに着くんじゃないかなと今思ってますが、まあだいたいそんなもんですね。早く着いちゃう。食事してますね。草んでますね。柵で仕切ったところだけ草がないっていう感じですね。面白いですね。次は右に行くのかな、奥の方に行くのかな。
なんか丘の上に建物が建ってるんじゃないですか。あそこはですね、教会です。巡礼者のための教会だったのかな。登りは最後に来るか、坂は最後に来るか。お、結構登ってきたんじゃないか。これは一気にですね、登らされた。これですね、ホールフーデンまで35分だ。もうすぐか。これですね、ヴェルテンシュタイン、ヴェルテンシュタインクロスターだから大聖堂なのかな。感じですね。あ、この中でヴァルファルツキューヒェのがその教会自体ですね。そしてその後、それ以外まあオフィスとかいろんなホールありますね。お、ピルガーボーヌ、巡礼者のボーヌっていうか、まあ、宿泊できるところですかね。そしてマタイのなんか引用してますね。コンアルツミエディアオイプラクトウシュベルラスンツタンタンツシュベルオイフォーフェシャフ。あ、いいですね。静かですね。平日の教会は静かですね。巡礼者どれくらいいますかね。天気がいいから巡礼者多いんじゃないかなと思います。はい、では、目的地ボルフーゼンまであと35分ですね。ここはヴェルテンシュタインクロスター585メートルです。教会のところだけ登ってですね、また、下っていくかなと思います。そして、あれはエンメでしょう。お、いい感じの橋ですね。こういう橋結構ですねありますね、スイスのいろんなところで。うわ、いいねいいね。これはお、戦闘機か。戦闘機だ。また登るか。ヴェルテンシュタインから出たらですね、また坂に登ってます。いつもですね、冬打ちですね。10キロで山登らないだろうと思ってたら最後ですね、やっぱり登りますね。ヤギだ、ヤギがいっぱいいるよ。かわいいね、ヤギだ。ヴォールフーゼンですね。着きました、着きましたね。2時間ぐらいで着いちゃったんですね。車が多い、やっぱり平日は車が多いですね。で、今日はですね、まあヴォールフーゼンに着いたので今日はここまでにしましょう。質問や意見がある方は下のコメント欄に書いてください。動画の高評価、チャンネル登録もお願いします。ではまた次回楽しみにしてください。バイバイ。